で言うと本当にその格好に入ってアキマンっていう人の影響が一番大きいですけど、まあ、それ以外はやっぱりあの、まあ、ロダンもそうですしミシャとかも好きですし、その NCYS っていう、まあ、アメリカの画家も好きですし、まあ、それだけじゃなくてやっぱり日本なんで小学生から見てる数多くの漫画とか、まあ、ゲーム、まあ、本当にいろんなものから影響を受けてますが、一人これっていうとやっぱ影響が大きいのは秋元さん。まあ、映画見分けられないっていうなら、まあ、それはそれでありがたい話なんですね。僕の中でやっぱりすごい人たちなんで、いまだにやっぱり気持ちとしては追っかけてるところはあるんですよ。ただやっぱりそれぞれ絵の趣向が違うんで、その同じようなところでやっぱりすごいと思うとか真似してこう自分の中に取り込もうとはもちろんしてますけど、やっぱり同じところで勝負しても勝てないから、結果的にはじゃあ自分がらしさ、自分やったら何ができるかっていうところを入れることで、まあ、取り込みつつも結局自分しかできないことをやってる結果だ、まあ、今の山を取り入れる、まあ、本当に勝負同じところで勝負しても勝てないんで、まあ、自分らしさを、まあね、出そうとはしてるんですけど、そのよくユーザーにもまあ、秋間さんにも言われたと思うんですけど、まあ、翔英さんにも言われました、池の子の描くキャラクターは人間臭い、単純に言うとあんまり色得意じゃないですよねだから今から見ても20年前のボーダーチーズさんのイラストで、そのすごいイラストの中でコントロールされてるライティング的なことであるとか色の濃淡っていうのが、まあ、最近やっとそれがはっきり分かってきてるくらいで、まあ、見解としては全く逆で、日本人は漫画とかの絵に慣れてるから、まあ些細なことでもタッチとか絵の見分けができるんですね。で僕らの描いてる本人らもそのデザイン室の室長である翔英さんもやっぱりタイトルごとに変わってもいい、まあ、何やったら描き手ごとに変わってもいいっていう、そこにはもう何ら合わせろとかっていう強制もなく、その人なりに自由に描かせてくれてたんで、その実際のところ、まあ、同じように見えたら同じように見えたということですが、そのよく言われてたのはこんなタイトルごとに絵が変わっていいのかっていうのは言われてたので、だからこっちで周りで聞く印象とは真逆の、出てきましたね。多分ね、そもそもタッチが違ってたと思うんですよ。で、あるその SNK vs カップコンを作った時に、まあ、それはお祭りだっていうことで、要は新木郎さんの絵なり今までストリートファイターを描いてたカップコンのスタッフとか全部がそれぞれのキャラをいろいろ担当してポスター作ったんですけど、基本的にはそんなだから揃えようと思って揃えてないし、分けようと思って分けてない。3のサードストライクで追加された新規のオリジナルキャラに関しては、開発のキャラクター担当の人がそれぞれデザインしてるんですね、まあ、前提として、まあ、それを僕はまあイラスト化してるんですけど、その、まあ、やっぱり常にそれまで描いてきたすぐ近くにいる秋間さんとか黒島、ベンガスさんとかボーダーチーズさんとか西村絹さんというのは、まあ、すぐ横に存在がいて、
常に何とかして追いつき自分の持てるものを出そうかとはまあ思って頑張るんですけど、まああの時は本当に頑張ったんでその頑張りの結晶というか、まあ、あらまずこれ基本的にデザイン室っていう部屋はタイトルがデザイン室ですけど、デザイン業務というよりイラストを描く業務が主なので、その、まあ、西村絹さんにしても大田知恵さんにしても僕にしても基本的にはその、格闘ゲームでゲームキャラが存在して、そのキャラクターを紹介するため の、 あの情報をより盛り込んだイラストを描くっていう仕事ですけど、まあ、それぞれここでその抱えてる仕事をこなしていく。全体ビジュアルを監修してくれっていう仕事を依頼して書きます。ストリートファイター3では、まあ、2の頃よりも使える色数とかが増えて表現もちょっと上がった時に、安田さんのイラスト的なトーンとか色使いが強く出て、僕でスティックファイターを描きます。その3のアートワークというか手作りは僕個人はすごい好きで、あのハイセンスだと思うんですが、その、まあ、一番売れてて評価されてた時代の一つのキャラを見た時に、あの感じをなんとかポリゴン化したいと。確かに。楽しいと苦しい、あんまりだから楽しかったっていうのは特に思いつかないですけど、ストリートファイター4は対外部制作会社対僕一人がビジュアルでは関わってたので、僕のやったことの大部分がしっかり反映されてこう成果が出たという点ではもうすごい嬉しい、しんどかったですけど、すごい嬉しい作品です。面白い経験といえば、ゲームというよりは、アキマンさんやら、ゴーダチーズさんやら、西村キヌさんがいて、バリバリその人たちが絵を描いてるところで一緒に仕事ができて、その、言うたら変人みたいな人たちの様子を近くで見れてたことが、楽しいというか、いい経験だったと思います。だから、そのアキマンさんとか、はい、キヌさんとか変わってるんで、はい、その数を出せば多分いくらでも変人的なエピソードは昔の人もあってるんですけど、ステージでもね、何個か安田さん、たくまさんの話はしたんですけど、まあ、キヌさんは、まあ、女性ですが、まあ、夜になるとやっぱりあの雑誌とか他社のイラストもしくはそのデザイン室内の他の人の絵をピラッと見てはふふっと笑いながら、下手なものを描いてたら死刑って言って、イラストレーターって同じ部屋で同僚であっても、ね、他人のご判断を常にしてるんで怖いなと思いながらなんかみんな口には出さないけどジャッジはしてるんですよね、他のイラストとか絵に対して言い方がきつい。そう